おつはるまーん、はるまるです。じゃん、こちらなんですけど、北国ラーメン辛うまの極地。こちら7月3日にですね、セブンイレブンで、新発売されました。今回はなんかうまい、辛うまっていうのをすごく推してるそうなので、こちら新しくなった仲間とですね、この大阪で仲間との味をですね堪能したいと思います。お昼ご飯です、私の。嬉しい。というわけで早速レッツクッキング。というわけで5分が経ちました。今回5分間ですね、待ちました。そしてこいつを入れたいと思います。紙こんな感じです。ではいただきます。中本のラーメン、カップ麺は結構食べててすごい美味しいんですけど、これはさらに辛さに追求したっていうことで、しかも辛うまに追求してるのですごい楽しみですね。結構前の時より痛さが来る。しっかり痛さがありますね。でも痛さが来るんですけど、しっかり旨味も来る。しっかり旨味も来て、なんか痛さと辛さがこういたちごっこしてるみたい。いたちごっこ、なんか追いかけ回してる、追いかけ回してる。どっちもいい塩梅できます。これうまいな。極激辛より全然優しいです。でも今までの中本より全然辛いです。これさすが北極ラーメン。北極ラーメンもさ、私東京もう一回リベンジしたくて行きたいんですよね。うまっ。北極ラーメン、あれはね絶対料理選べましたね。あとは濃度が強かった。なんか濃度がすごい大きくて、濃度が大きいって言わんか。いや中本さん美味しい、本当に美味しい。最初はすごい、多分ねこの辛さのオイルが最初来てるからバッて痛さが来たんですけど、でもしっかり混ぜて食べてしまえば痛さもなくなります。ニンニクも入ってた、これ。ニンニク入ってたと思う。ん？あ、ガーリック入ってるわ。ごちそうさまでした。今日もアイスでごちそうさまでした。熱い熱い。はぁ、やっぱ美味しいですね。中本さんはですね、なんとお店の味をしっかりカップラーメンなのにしっかり出してくるって言って、今回の辛うまの極地、確かに辛うまでした。断然にこっちの方が辛いので、辛みに弱い方はですね、昔の中本さんから慣れてこちら挑戦してみてはいかがでしょうか。中本さん食べてみたくなったと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。おつはるまーる、またね。バイ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 。はるまるはまた午後からの仕事頑張ってきます。みんなも仕事頑張ってね。バイバーイ。